懐かしい名前出てきたなということで村上ファンドの村上さんが日本維新の会に違法献金ということでいやー <laughs> なかなかあのー、香ばしい香ばしい本当に懐かしい名前ですね村上ファンドの萩本欽一さんえ,ー、え萩本萩本 <laughs> あ,あ違います違う顔が顔が似てるから違う違う違う違いますねではですね違法献金受け取った側の維新は何と言っているか ねはい、日本維新の会は団体の意思ではなく個人の自立という考えのもと企業団体からの政治献金を禁止し個人の寄付支援のみを受けさせていただいておりますしがらみのない政治国民の皆様の政治新しい日本を作るため皆様方のご理解ご協力をお願いいたしますとこう言っていながらですよ、はい、この維新はですね、えー、20億円収入あるうちたった3000万しかねこの日本維新の会としてはねあのもらってないわけですよ だからこれ嘘なの国営政党なの、はい、で、ええ、そんな中数少ない村上さんが維新に大口で寄付をしているわけですよ。<laughs> ね,ね、うん、でこれ日本維新の会にも書いてあるんですよトップページに堂々と寄付の部分で寄付注意事項ご本人以外の名義または匿名での寄付はできません2ご寄付は日本国籍をお持ちの方のみとなります3 個人ができる寄付額は年間2000万円が上限です。これを超えていたという話です。わかんや。わかんや。法律違反じゃないかもしれないけど。うん、ええ、違反です。違反違反違反。法律違反でもあるんですか、はい、でこれはですね、告発上、政治資金規正法違反容疑。で、大阪地検特捜部に提出されています。お<ー>で、このババノブユキっていうね、あ,ここあのやつがいるんですよ。ね これは維新の幹事長ですよイキ、はい、ババねえ、ツイッター見たら、維新はやる、時代をつくる。でね、いいですか、日本維新の会のホームページ、寄付の部分に、堂々と2000万円までと書いてあります。それを幹事長が、なんとコメントしたか。はい。ね。事務手続き帳のミスです。はい。 言っとんよ、はい、いやこれでさ通じる、うん、通じるこれそれはあかんわねあの、うん、これでね事務手続き上のミスですというふうにね言うんだったらね俺はまずこの人をねそれで言うあの無罪にしろっていうふうに思う、うん、ごめんなさいどうしてもこのこれも俺俺的には言っちゃう 何ですか何ですすかか別の話「別の話もう鬼滅の刃」作った UFO テーブル、はい、この人はユーザーって抜けちゃったんだよあこれは脱税ですか脱税<ー>いいじゃん事務手続き上のミスっていうふうに言ってこの人も許してあげてそういうことになりますよね鬼滅の刃作ったんだよ UFO テーブルがどれだけ日本のアニメ業界に貢献してきたか 事務手続き上のミスで許してやいうよユーホテーブルはすごい会社なんだよああ、おい、近藤さん、俺は応援してるよ、もう大変な時期だと思うけど、まあでも反省されてるので、近藤さんは。はい、んい政治家はこれ、政治家とか元官僚の村上とかが事務手続き上のミスで許されたりするんだったら、一生懸命、発球の中、 あいいアニメ作った UFO テーブルも事務手続き上のミスで許してやれよ、うん、安倍晋三の桜を見る会の政治資金収支報告書はさ秘書がやったんです秘書のミスですって罰金受けて済まされるああ腹立つ確かにねあれだけね緑と黒の格子模様をはやらした功績もあるねあのねあのね、はい、UFO テーブルは鬼滅の刃で当たったんじゃないんですよ はあうん、u ーテーブルは、ねはい、素晴らしい会社なんです。はあ、ねまあいいや、その話してもしょうがな <laughs> いやアニメ。アニメの制作会社なんですか制作会社ジブ,リジブリみたいなそういうことですかね。いやもう俺の中ではジブリより評価高いよ。ああ、そうですか。まあいいや、いいや。まあでもやっちゃってん続き上のミス。これでも告発を提出されて。 捕まっちゃいいいんんだけどなどうななううでしょうねいやーこれさ、うん、自分手続き上のミスっていう程度でね、うん、いいんですかねいやあと石原伸晃うん、うん、ねいろいろありましたよ。ねあれも俺明らかに非倫理的行為だよね。失業、うん、してから内閣官房さんになりました雇用調整助成金もらってましたとかっつって。うん、であれはいいの ね、でそれで「空の教会」とか「フェイトゼロ」とか作って「鬼滅の刃」で貢献したね。かにもいろんなもの作ってますよ「テイルズ」シリーズのオープニングとかでしかも近藤社長は、まあ、ちょろまかして日大の田中理事長みたいにちゃんこ屋には置いてなくって <laughs> 何かあったらどうしようと思って貯めてたの無駄遣いせずに怖いからうん、うん、でそれで脱税で1年8ヶ月の有罪判決 それはさ、まあ、違法は,違法,は違法ですよ。確かに良くないよ。良<あ>くないけど。あああうん、じゃあ、安倍晋三とか、石原伸晃とかさ。で、ええ、今回の維新とかさ。どうなん。うん、これ、やっぱ扱いに差別を感じますよね。差別ですよ。で、うん、うん、確かに近藤さん、あの、予防テーブル脱線したのかもしれないけど、も脱遣いしたんじゃなくて、貯めてたっていうね。うんうん、いや、よくないよ。良くないよ。良くないけどさ。 こういうところはさ「え」っていや交通事故だってそうだよ飯塚さんっていう人さ上級国民って言われた人ねだけどあの人はさ子供とお母さんんき殺してんだよでそれなのにずっとさすぐ逮捕じゃなくてさあ伸ばしに伸ばしたでしょでもこの前大阪でさ「あのキキドーン」っていうふうにコンビニに突っ込んであの人いたよ。 うんうん、いたけど即逮捕だよあれ確か人死んでない、うんうん、であのトミーファーストの会であの無免許運転でひき逃げした人がいまだに書類送検、うん、差別ですかこれはねえいやー差別ですよねこれなんか全然公正とは思えないですね、うん、確かに UFO テーブルのね 社長さんがやった脱税は問題かもしれません、うん、ねっで、まあ、執行猶予3年ついたけど懲役1年8ヶ月、うん、会社に対して罰金3,000万円、うん、で近藤さんはあのこれまでの裁判で起訴内容を認めていて動機について運転資金のために金を貯めていたこれ事実です、うん、無駄遣いしたわけじゃないね、うん、多くの方にご迷惑をかけしまったできることはみんなに報いることです っていう,ふうに、うん、まあ言ってな何も開き直らずに何も開き直さずに罪を認めてるわけじゃないですか、えーえー、でこの人はいろんなアニメを作ってさまあ言ってみればもう日本の国益にかなってますよこの人の作ったアニメっていうのは。そで,、ねうん、でそういう人がこう逮捕まあやったことは悪いからまあそうされましたよ。うんうん、だけどなんかその背景でちゃんと法の下の平等って知ってるかって。 うんちなみに法のもとの平等っていうのはね日本国憲法のさ第14条ですよ。うん、で第1個べての国民は法のもとに平等だって人種差別信条性別社会的身分または文地により、えーかえー、政治的経済的または社会的関係において差別されない。うん、これは第1個。で14条の2項にわざわざ、うん、家族。うん 家族ってあののののの明治の貴族族族ことね花家家方その他の貴族の制度はこれを認めない、うん、って書いてあるのよでも明らかに違うよね、うん、ねえそうですよね、うん、日本にはカースト制度あるじゃないかカーストありますようんわれわれなんかもうカーストの最下層ですよ<あ> <laughs> そうホンね <laughs> 早く人間になりたいぐらいの感じですよね。例えばこの日本国憲法第十四条の法の持ち者の平等の部分でね、うん、差別されないって書いてあるけど、うん、我々のような個人事業主はとあることで差別されてますよね。うんうん、住宅ローンとかクレジットカードの審査ですよ。あと家賃。そうです。そうです。人にってはなんか <laughs> あの審査降れないかったりしますよ、ね。そう<あ>。そうとしても。うん。 すごいね、家族族そのの他貴制いすねもうこのでもさ例えばね、うん、クレジットカードとか、うん、あの家賃とか、ええ、あの家の審査とかさ、うん、あとねあのそういうのいろいろあるいろいろあるけど、うん、あの明らかに差別されてるでもこれはね、うん、憲法違反じゃないっていうことなんですよ、うん、そ,うそうなんだ、うん,、うんなんか 判例とかもあったりするんですかねだなもうでも日本の裁判所ってさ本当に全然平等じゃないよねなんか昔からなんでそれありだろうでこっちはこうだろうっていう多いんですよね。でね最高裁判官を一応審査する制度はあるけどもあんま機能してるとも思えないしね。 うだからもうこれ差別やめてほしいよね。ねえ。いやいや。維新の違法献金がさ、うん、ねえあのー、150万円ね。うんだめなんでこれ。2150万円まず150万円分は没収されるべきです。ううん、うん、うんうん でしかもさなんか政党支部個人宛ての献金を政党支部に計上した事務手続き上のミスですとかって言って<ー>要するに馬場さんのあのー、<ー>個人のところに入れるべきものをせ日本維新の会に入れちゃいましたっていうことなんですよああそれで合計が2000万円超えたということ、ね、それさありえるん<ー>そんないや、えー、無理でしょん はあ、まあなんていうか、まあ、100歩譲ってミスだったって言ったとしてもさでこうすれば大丈夫とかそういう話でしょ何にしろね、うん、なんかね、うん、な,んかなんかまあそればっかりやってるのが維新なわけですけど、うんうん、こうすれば大丈夫こうすれば大丈夫ってうなんかもう東方感がもうまあこれはね<の>どういうことなのかっていうと、えー、村上さんがね同本部に2000万円、えー そして馬場氏が代表を務める同支部に150万円合計で2150万円だからこれは政治資金収支法政治資金規正法違反なんですよ。150万円超えちゃってますよって決まってる限度額があるんですねこれはね法律でねうんうんうんあの ま,まあ清水さんにとって当たり前かもしれないけど、この村上ファンドの村上さんっていう人をさ、うん、昔ニュースで何の時結構話題になってたでしょなんかもう忘れてる人いそうな気がするんですけど、うん、ち,ょちょっとこ,うこの人誰かって、僕ももう一回思い出したいんですけど、何、うん、ですか投資家投資家の人投資家、投資家。ファンド。うん。うん。あ、ちょっと待ってくださいね。はいはい。これ村上ファンドのね、村上さんっていう人はどういう人なのかというと、 あのー、東大出た人なんですよね。うん、でそれから通産省行った人。うん、で通産省行ってで通産省行ってからまあそこの枠にはまらずですね、あのー、自分自身が、えーまあ、ファンドを起業したっていう人なんですよ。うん、結構その、まあ、山っ毛があるっていうと変だけど <laughs> 野心のある。 人なんですよね。官僚出身だとは、あと把握して、知らなかったですね。この、この人騒がれてたことがあったじゃない。それホリエモンが云々とかやってた頃かな。今、今だったら結構昔、だいぶ経ってる気がするけど。まあ、この人はホリエモンとかと一緒に。あの、まあ、テレビ局の買収。ああ、その時の。あれで。あのかなり騒がれて。なるほど。 まあそういう国家中枢にあの切り込もうとしたからまあ潰されたっていう感じですなるほど懐かしい名前だなと思ってねね萩本金一若返ったなと思ったらじゃ萩本が一って誰なんですかハヨちゃん加藤仮想体操の人ですかあそうですそうですなぁ家から村上義役といえだいたい同じだいたい同じでいいなちなみに確か 今はシンガポールにいるんじゃないかなあそうなんだ。なんかこういうこうなんか油ぎった人官僚に残っててほしかったですね。そしたら PCR 利権とかんかさいろいろやってくれたんじゃないかっていう悪さしてもいいからちょっとぐらい。いやもう本当だよ。やっぱ出ちゃうんですね、官僚からこういう人は。でもすごいお金持ちでしょ、まいこと回してお金を。 でも、こういう,こう山っ気のあるというかこういう久び々びに出てきた名前だけどこういう人にとっても維新はやっぱり甘い汁なんですね多分ねいやそうだろうなおしい大将としてうん、うんうん、かだから逆にこれ,、まあ、これはこうなんかちょっとずるしてちょっとこう告白通るってこうなってるけどさ、うん、こう維新の強さを表すなっていう気もしますねああまあそうだよね こういう人にちゃんと寄ってくる投資家ってやっぱすごいリアリストだと思うからさまあだから投資家からすると美味しい投資先なんでしょうね、うん、そうなんでしょうね今伸びてるっていうことでしょうね、うん、<laughs> なんか村上ファンド面白いで、ね、今村上財団っていうのになってるんだけどさはい見てくださいよこれシンガポール在住の村上さん、はい <laughs> 日本の社会がより強く優しくしなやかであるように私たちにできることを探していきたいって書いてある。で財団についてっていうふうにチェック。えっ、ー、とー、村上財団では日本の社会的課題解決のために活躍する非営利団体への死と指定寄付や助成を通じて えー、団体とともに議論を重ねながら支援を必要とする方々や事象に対してより多くの支援が継続的に届くようなきっかけとなる支援を目指しますもっと日本が希望や夢で溢れるように皆が支え合ってたくさんの笑顔があるように村上財団は日本の社会的課題の解決に貢献できるよう活動してまいりますでそれで選んだ先が維新 <laughs> これでもなんかこの。 この何かデザインっていうかこの感じ笹川財団とか思い出すな <laughs> <laughs> なるほどねあ奥さんが代表されてるんだねここああ、うん、ええー、面白いねあ<ー>うんなんかあの収、ー、支法あはいえな何ですか なんか見つけたいや見つけたけどはいええ一般財団法人村上財団の貸借対照表はいえっと現預金言いますよはい令和3年7月31日現在はい181万9,000円って書いてます 少なくねえ全財産合計負債、えー、合わせ290万298万68円え違うな209万8068円えなん <laughs> <laughs> かすごいバイト頑張った大学生か何 <laughs> か大変だ <laughs> それはえどういうことこれ <laughs> <laughs> どういうことだろう <laughs>。え。え、どこにあるんですか、それ。いや、あの、こ、とか。いや、普通に、ここ、このここホームページに。ホームページあるよ。ええー。で、ここにこうやって公開されてて、第一期目。ええー。と。現金資産。 流動資産34万5千円0円 <laughs> <laughs> 何これこれ僕でも始められそうな片岡財団とかちょっと片岡財団始めますか <laughs> 5万円ぐらいから片水財団とかしみおか財団とか作ります <laughs> 作りますか <laughs> ホームページだけこう,こういう感じでしてどういう <laughs> えっんで何な,なんですかこれはなんか怪しいものを感じるなえどうやって って寄付、うん、なんか BS が金額が低すぎてビビりました、うん、ちょっとよく分かんないねうんなんかペーパーカンパニー的ななんかじゃないかっい <laughs> 側だけというかね、まあ、多分村上さんが個人でちなみに村上財団と,、はい、えと村上さん個人で寄付した、はい、多分維新のやつは違いますよそうでしょうねうんうん これ何なんだこれは何なんでしょうねはて <laughs> もうちょっとよく分かんねえだもう、うん。いや、まあ、ちなみに村上さんはあの山っけのある官僚だったんですよ。で官僚の枠にとらわれ,、えー、われずに、まあ、活動しだしたから,だからどちらかというとそういうさなんかこうなんかあの変な人が官僚でいられないっていう。うん まあそ,それはそうでしょうけど、ね、村上ファンドって数千億金一人集めてたからね、うんうん、でそれで当時の,あのなんか日銀の総裁からも金預かったりとかしてさ、えー、いろいろ結構うわってそういう人ってどちらかというとさまああの国家の中枢にいてアメリカとかあるいは中国とか。うん ロシア相手に売りーってやってさ、うん、欲しいのにこういう人はペッて排除されるっていうそうねそれはそれでなんか俺問題だと思うよ <laughs> なんかスタンドプレーだとか言われるそう,そういう感じですよね、うんうん、いやでもね外務省かなんか入って向こうに駐留したりしたら面白そうな人だと思うんですけどね、うん、あの,その省庁のビルの中は合わないかもしれない うーん、なんかなああこれでもまあとにかく維新は良くないよ <laughs> でもこういう投資家から見て維新が投資対象に見えるっていうのは <laughs> まあ私もあくま、はい、に魂を売ったモードのまんまで行ってたら維新はいい投資先だって判断したと思いますよ。うん まあそうですよ実際統制をさ拡大させてるわけだからさええ伸びる一方ですよ今のところ金もいっぱい貯め込んでるわけでしょ税金をしかもそれはルール通りなわけでしょそうない橋でもそうしたらなんかこういうでもんかこういうズルするやつの方が伸びてさ真面目に何かアニメ作ってさでなんかアニメ会社ってほんとマジで経営大変だからさ もう一生懸命貯めたお金をコツ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 、ぜ贅沢、脱税贅沢しちゃうよく、じゃなくしてコツコツコツと食べた人には、ユーザンースとかも、なんだもう、うの道元の平等とかないよ、これ。ねえ、なんか、やっぱりもう、なんか国のこうなんか国民全員こう荒廃してくるっていうのこううんなんか気持ち的にもね、ザラついてきましたね。なんかねそういう意味ではさ、維新のね。ええ。あの 松井さんこんなことやったんですよ代表大阪市長<ん>最近、うん、どれどれあはい <laughs> 30人飲食飲食すごいな30人ってオンライン飲み会よりは少ない <laughs> オンライン飲み会ねあの80人とか集まる時あるからいやこれさあのーええ、なんか 開き直りで居酒屋で2時間半、うん、ねで大阪府は飲食店で会食するたび2時間程度以内にして1テーブル原則4人以内にしてねって、うん、こう言ってて、うんえー、でもにもかかわらず松井さんは、えー、当所属の議員ら30人と2時間半以上にわたって会食してたんですよ。はあ、<で>く この人のすごいところは30人以上で言っておきながら、うん、1> 1テーブル4人以内だだったから大丈夫なんだよ、うん、もう安定のこういうすべ<あ> <laughs> てこういう感じで乗り切ろうとします、ね、ルールは守ってんだよつでも二時間半やってましたよねって言ったらそれは何、うん、て言ったかっていうと、うん、ですよねあとね打ち上げじゃなくて反省会だからとかっつって開き直っだ 意味不明,味不明これはそういうそういうことの反省会ですかね。<laughs> 俺たち俺たちどうしてこんな集まっちゃったんだろうって言って。でしかも、うん、あの領収書公開どうのこうのとかって言われたら、はい、どの店で食ったらね買ってバレたら店に迷惑はかかるから公開しますって言われたで、うん、<laughs> おな何じゃそれ」って意味わかんないですよね <laughs>。 <laughs> ひどいなあああそのこう理由が店に迷惑かけるからっていうその何、うん、だろうこの何かねえんか,えなんかいやーちょっと中途半端にいい人ぶったりして <laughs> 店いやいい人ぶれてるかこれ, <laughs> <laughs> これなんか うーん意味分からんよなんんまあこんなんばっかりやんこれが代表でであの政治資金収支報告書違反で告発状を受理された人が感じちゃおうですよ <laughs> あああとさもうアニメ業界のねあの保護ばっかりして申し訳ないんだけどクールジャパンはねアニメ業界にとってマイナスですから。 いやあれはもうなんかさ何でか知らんけどもうダサいもしか出てこない,ないですよ <laughs> クールジャパンとかって政府が目つけるとダメになるっていうそうなんですよねな、うんで,でかっていうと、ええ、ああいう政府事業系でお金もらおうと思うとこういう無限のわけのわかんないルールの中で書類かけるやつが OK だっつよ、うん、そういうことです、ね、でいい,いいアニメ作ってでも不安やからっつって金庫に貯めてる人は合唱ってまあそら雑ではあかんけどね うん、こんなことやってたら日本は何も来なくなりますよ。うんうんうん、いやーもうまあだって文化庁だから助成金絡みの仕事っていうのは昔は僕いっぱいやってたんで、うん、最近はよっぽど友達のなんとかじゃないとあんまりやらないんですけど、うん、あのー、すごいそがりますよなんかこう自分があんまり書かなきゃいけないってことはあんまないんだけど、うん、とにかく。 あの書類もすごい必要なものがいっぱいあって、うん、間にいる人がやってくれてたりはするんだけど、なんかこの、身体性が失われていく感じ、<ー>要するにデスクワーク多いってことは、身体性が失われるってことですよね、それはやっぱりね、命が,ああの命が削られる感じってあるわけで、うん、それはクールジャパンとかもうまくいかんでたんだろうと思いますね。いやそ,そんなところに適応してやれちゃう人は いや日本はさ、そういうアニメとかね、ええ、あの文化とかなくしちゃ何が残るんですかって感じだから。ええ、ですよ、本当に。まあ、そ大事にしなきゃだめなのにさ。ねまさかまだまだソニーとか思ってんじゃないだろうなみたいなね、いや、もうソニー外資だから。<laughs> そうか、うん <laughs> もうソニー外資になっちゃったんですよ。<laughs> あ知らなかった。そうだった。あのプレイステーション、え、ツーまでが日本人株主が多かったんです。はあ、い。三、四、five となった後、あのもう外資の株主が多いんだけど、だってさ、はい、ソニーのゲーム会社のゲーム部門の本社ってもうアメリカですよ。あ,あ、そうなんですか。で、プレステファイブプレイ、はい、ステーファイブってさ、あの、はい、今えー あれええ、日本で品薄じゃないですかはあ知らないけどはいそうなんですねそうなのええんでか日本に入れる意味がないからですはあ後回しにされてる後回しですうん元はといえば日本だぞってソニーソニーだぞって言ってもダメなんだそういうのが悲しいうんそんな感じ正直悲しいなうん それは知らなかったなんか別に僕は国粋主義者じゃないけどちょっとこう流進流量うんはい悲しくねそれうんすごいなこれはもうソニー俺んちだぞ俺んちの会社だぞもともとはソニーだよ代理家本店局の会社だぞソニーだぞそうそんな感じなんか嫌だなうんなんかそうね アメリカの投資家に金閣寺買われちゃったみたいなかああまあそんなイメージそんなイメージそうですよね辛いです、はい、そんなイメージうんいやだからプレステ5とかでそ,、うん、そのそういう現実がさ目の前にあるのにクールジャパンとかクソみたいなことやってさもう、うん、<ぁ>そのアニメとかねあのもちろんこう国の制作としてもさこうどんどん推し進めてほしいとは思うんだけど、うんうん もうさ、あのー、まあ、コロナの対応にしても、オリンピック見ててもさ。なんか、ちゃんと実効性のある政策をやれる能力がないじゃん。うん、<laughs> その、官僚なり、何なりに、うん、その中抜きだらけとかいうこと含めて。うん、これ、もう、なんか、今、日本戦争めちゃくちゃ弱そうだと思いません。いや、弱いでしょう。もしなんかね、あったらね。うん、いくら、こうさ、最先端の、なんか持っててもさ、兵器。うん、こう、それをは、こう、ちゃんと、こう。 作動させるこう力がもうないっていうさ、うんうん、ほとんど何やってもだめかなっていう、いや、マジで。あのワクチン打ちに行った時にそに、ある程度、集団の接種の、うんえと、こちらでお待ちください、じゃあこちらですってこう椅子、椅子別の椅子に座ったりとか、これぐらいならできるんだなっていう、<laughs> <laughs> <laughs> なんかこうおお、一応やれてるっていう。 そういういったこれぐらいまでなんじゃないかなっていうやれることはっていうかうん、うん、それやったら別に高校の文化祭でもできるからっていう、うん、<laughs> 5分前にお客さんに入れてとかさそういう意味ではもうなんかもう政治家とかはこういう言い訳で許しちゃダメなんだよダメですねだからこういうところで言い訳で許してで OK で法の網の中でかいくぐっていくやつだけがあのうまくいくんですはもう国滅びるからそうですね、うん うん、仁義なきになっちゃいます。うん。うん、いや、仁義なき戦い山田ださ、わる、あのげ、みんな元気あっていいんだけど。元気もねえよっていう。そうね。うん、うん。いや。うん、やっぱ国力ってさ、なんだかんだ言って、僕、あの。なんか精神性だと思うんですよね。うん,う,んうん。うん。精神性、精神性って、こう抽象的だけど。その、まあ、あ文化力というかさ。うん。そう。 だからこうさ、隣同士で戦争ばっかりしてたヨーロッパのさ、うん、国々がさこうそ,そこをこう文化力を高めてるわけじゃないですかう,うちのワインはうまいぞとかなんかさこのドイツの音楽はどうすごいぞってこうやってるわけじゃないですかそういうことで言うと日本本当にこ,うあこれは国力が落ちておいしいもんおいしいもんあるんだけどさ、うん、田舎行けばなんていうかこれぞ日本だってものが全然こう。うん ールジャパンとかやっちゃうと逆にダサくなるしいや本当にそうっすよ。ねえ。なんかこういうで維新はさそういう衰退してる国の中で、えー、衰退してることは無視。はいはい、でそれでいいんだよこんな中でほーらうまいことやったらねーって言ってさ伸びていってるわけでしょ、うん、ね でそれのの象徴だよ、今回の事件。うんうん、で,それであの「事務ミスです」ってなんわけねえだろう金もらって違反が事務ミスで済むんだったら <laughs> おかしいだろうそうでこのなんかさ恥ずかしいと思わない感じ、うん、なんかでこううまくやってやったっていう方が。 あのそれを自慢にするぐらいの橋本みたいな感じとかあと、ね、そ,そっちが主流になってくるとふふ国の雰囲気になってくると本当に国全体荒廃するし国力落ちると思うんで、うん、真面目にやってるやつはバカですってことですよ<え>そうそう、うんうん、そういうのも子供だって見てるわけですよそういうことうん、うん、あかんよねうん、うん、なんなんこれいつからこうなったの うん。うん、ほほ安倍晋三ねえ。やっぱあいつが嘘つきまくったからかうーんだ。特に、特に目立ってそういう感じはしましたよね。うん、近年ではね。うん。やっぱ安倍良くないよな。マジで。あ、なんなんだろうね。あ、ちなみになんか大石役子さんこれについてなんか言ってないかな。 あの何かあったらこう維新を叩くえっと大石昭子さんねうんと大石昭子さんええちょっとワクワク検索してまだまだ出てこないかないなないなこの方今度日曜討論出られるらしいですねうん令和が NHK 割と無視されててあいた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  あの30人会食に関してはコメントしてるしお吉村知事も松井市長もブーメランばっかりだなそれで両方反省で済むの職員のことはルール無用で処分したよね市長なら辞任ものちゃいますのって <laughs> 全くだ言うてはる言うてはるこういう感じだよなやっぱり <laughs> うんうんうん いやでもなんかおかしいことおかしいって言わないで済むようになっちゃうっていうのはやっぱこう恐ろしいことだからね。うん、うんうん、でそのこうずる,いずるいことをずるいことを余計になんていうのかなうまくやってんねって応援しちゃうメンタリティもあったりするわけるね。あるねあるある。それなんとかなるといいんですけどねだ、うん、からその恥ずかしいことだよっていうさ感覚っていうのは。うんうん うーん要は荒廃してくるとなくなってくる。うんうん、まあ,あんままり僕も人のことは言えないけどさ。いやーだからな。恥ずかしいことは恥ずかしいって思うよ。うん、そしてうっかりミスで済む問題かな。うん、2> 2 2000万円をこう。 1>, 1万円を多くもらっちゃいましたじゃないじゃん150万円だよ <laughs> ねかかこれはちょっと僕は判断がつかないです、うん、そういうのよくわかんないからでもまあ逆にね維新って割とそういううことはまくやる人たちだからそれもしかしたら本当にうっかりなのかなって気持ちなくはないんですけどだとしてもよくないですよねまあもちろんそうですよねうん、うんうん 飽きままへんと思いますけどね、私は。まあ、どっちみち嫌ですけどねこれ,、うん、これは合法だよっていう方もさなんか倫理的ないが悪いわけで、ね、うんああやれやれでも今後維新はやっぱりそのこう、まあ、本当にうっかりだとしてもそういうこといっぱいやらかしそうな気がしますよね常、うん、にすれスレスでやってるわけだからうん、うん 常にすれすれで伸びていってる。るそうなんですよね。うん、あの、まあ、それは、あの、よくあるパターンですよ。えー、あの、こういうのが伸びる時っていうのはね。そうですよね、うん。実際問題として。うんえー、ああるんですけど。ええー。 そのバリバリのエスタブリッシュメントだったらそんなすれすれやる必要がなかったりしますねもともとお金持ちだったりするそう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 まあそれ考えると安倍さんとかすごいしょぼくていい頭って安倍晋三とかもやばいよねあんたセルフやろう何やこのしょぼしゃはあの佐藤栄作が大おじさん岸信介がおじいちゃんじゃん国民騙しまくったよこの二人も。 そ,そうですねでもさ岸信介は嘘ついてやったことは日米安保うんねで佐藤栄作、うん、沖縄密約ですよもう騙しまくってるわけだけど、えー、やったスケールがでかいスケールはででかいすよ安倍晋三はともかく嘘の回数はねめちゃくちゃ多いんだけどしょぼいって <laughs> 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 なんかね、そういうこうんだろう、うん、落語とかにも出てくるなんか3代目ぐらいでもうボケボケなって、うん、そう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 , <laughs> ういやーこのね悪党がしょぼくなるってヤバくないですか何何なになに悪党あ,あ、うんうん、悪党側がしょぼくなるんだよああそれはあの例えばね「仮面ライダー」っていう仮面ライダーあるじゃないですか、うんああうん ね、あので、うん、ショッカーっているわけじゃないですか。うん、幼稚園児にいたずらしてやるっていうのが目的だったらさ、ゴミの分別しないぞ。えっ、えっつって、え張り上がないな。<laughs> ちょ、ちょ、ちょ、な、な、なってって、<laughs> それをさ、仮面ライダーも、う、うん、んってなるじゃん。<laughs> うんってなる。 ライダーパーンって言かゴミの分別ぐらいでさあの <laughs> <laughs> やっちゃダメじゃんゴミ <laughs> は分別しましょう <laughs> ぐらいしかも <laughs> 悪党がしょぼいのってドラマとしてもね活力としてもねダメなのよいやだね、うん、電車乗る時横入ると横入か <laughs> <laughs> 優先打席に入ってやるぜみたいなことなあそれは。 日本全体の活力の低下という意味で見ると、うん、この馬場、うん、幹事長とか150万ちょろまかしてら絶対だめだけど、うん、安倍晋三のしょぼさとかねでこれ、うん、嘘をつくのをねきちんとダメなもんはダメっていうふうにバーンってやるとねすごく厳しくやるとね嘘のあのコストが上がっていくわけですよ嘘ついた時に変えてくる。うんうん だったら政治家としてうつつくんだったら沖縄密約ぐらいしないととか政治家として嘘つくぐらいだったらやっぱりロッキーの事件ぐらいやらないとってスケールアップしていくわけですよ。でうん、うん、さらにそれを追求していくわけですよ。だからあのちょっとぐらいならいいじゃんになると劣化しますあり,ありとやられるものは。うん、そ,そうですね、うんそう。だからそうやって考えると難しいところですよね。まあ、我々も今こう叩いてるわけだけどさ、うん このどっちかというとやっぱしょぼさを叩きたいですねそしょぼさを叩いてるよ俺は <laughs> うん、うん、そうしょぼさとそのこうあとなんか言い訳のしょぼさとかねうん <laughs> うんそのこう覚悟のなさとかうんそういうところをこうやっぱりねあのダメじゃないかとうんももっと頑張れよって逆になんていうのかなうんうん、うん、<laughs> うーん <laughs> はぁ、あ、潔悪さとでなんかね そのちょっとの後ろめたさもない感じと、うんうん、そしてしょぼいまあそんなわけでねその自分の中のしょぼさをね、はい、あのなくさないよないないしょぼさを消して活力を任せると言われているような気がする話を聞いたような気がするそんな純セレブスピーカーをね欲しい人は、はい、えー、あとこの1個1個だけが1万3000円で買えます、はい、もうそうすると在庫が3つとかになるので。 万のくらいが変わると私は予言しておきましょう。はい値上げです。おなぜか俊さんが値を決めているんですはい私が開発したわけでもない。 そして私が作ったわけでもない私が売ってお金が入るわけでもないのになぜか勝手に私が売って勝手に値段を決めているというですねそれなのになぜか片岡さんが売れるという <laughs>、ね、あの福の神清水裕子と呼んでくださいはい。もうなくなっちゃうね自分でも残念なんですこれあの、はい、愛知宅あるんでねで、ね、もいい音がしますはい。あの買い方はこの下に書いてありますというのとあの皆さん大事なことをもう一個伝えておかなければ私12月23日誕生日なんですよ乾杯くださいお願いします ね、でもね、寒波とかなくてもね、いつも見ていただいているだけで、ね、ありがとうございます。ということで、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。それでは。